ストーカー彼女、これ新しいですねすごい怖いということでやっていきたいと思います。ストーカー彼女スタート。お、なるほど、この男の人をストーカーするのかな。いや、かっこいいなはい、うふふふって言ってる。今何してるかって、彼の家までパトロール中なの。え、なぜかって、だって私の妄想彼氏だもん。そういうことだね。たくさん喋ったことはないけど、お互いの気持ち分かってるよ。分かってないですね、勘違いですね。キャッ、こっち向きそう。いや怖いな。バレないように家までパトロールしなきゃ。みんなは真似しないでね一応何、子供向けに作成されてるつもりでしょうかみんな真似しないでねって。ということは今からバレないようにストーカーしていくゲームですかね。はい、気になる場所をタッチ、いろいろ調べてみよう。はい、まだですね、これうん、木の棒がもう分かりやすいね。え、木の棒の先にちゃんと木がついてるっていう素晴らしい。アイテムは使いたい場所からスワイプ。大丈夫ですか、電柱の近くでそれ使ったところでバレますよよくバレなかったな、大丈夫それ。すこやかコーポあ、なんか落としましたよ。何ですかあれ、包み紙じゃない。いや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 、やばいねやばいね。ということでストーカー彼女やっていきたいと思います。ではスタート。安心して帰ってねえだったの、さっきのさっきの安心して帰ってねえだったの。はい、じゃあ次行きますよ。合鍵が欲しいな。怖い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 、やばいやばいやばいもう2番目からもう怖いよ。はい、やりますよ。誠実、合鍵が欲しいな。こっそり合鍵作っちゃおうって書いてあるけど、うわやば。いや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 、目の前目の前目の前、普通自分が歩いた道をまず見るでしょ。どうする、ずっとポケットずっとポケット探ってるやん。拾って、お、どうすんの。あ、それ私のです。はい、待って、あなた彼氏じゃないの彼氏じゃないの、なんで汗かいてんの。あ、どうぞ。いやいやいや、ぎこちない、もっと堂々としなさいよ。あなたストーカーなんでしょ。なんで俺ストーカーのアドバイスしてるの。え、どうすんの。おお、まず自分のカバンからハンカチを取って、ほっ、なるほど、中身が分かんないからね。あーあーあーあ、怖い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 よやってる俺。いや、もう音も怖い、音も怖いです。ティリリリンじゃないのこれ。合鍵ゲットだぜ、やばいな。あと1個なんだろう、普通に本人タッチするのかな。いや普通に気づいたやん、ずっと見てただけまあこのパターンもあるってことですね。はい、うっかりさん、いいじゃん、かわいいじゃん彼氏、かっこ嘘。いや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 、もう3番目やべえって、やべえって、大丈夫か、初めてのお泊まり、もう怖いんですけど。誠司さん、初めてのお泊まりに着信。おやすみ、今日は朝まで一緒だよ。いや怖っ、やば鳥肌がやばいっす。どうすんの。いやいや、そりゃそうだろ。いや逃げちゃったよ恐ろしいよこれ、どうしよう。あ、お掃除できんじゃん。うん、お掃除したら大丈夫でしょ。はい、おやすみ。いやいや、やばいやばいやばい。え、あ
何事もなかったかのように。やば、恐ろしすぎる。キャハッててるよ。さて、電気つけるとか。え？え？雲だったの？邪魔者は許さん。テレキやったよ、テレ。何？ポテトチップスじゃん。ポテトチップス食べちゃう？はい、ポテトチップス。うん、まあ、お腹すくまな。お腹すくわな。普通に。普通にポテチぐらい食うよな。あと一個なんじゃ。携帯は？うわ。スマホ。これでどうや。うわぁ、バレてもうたえる。バレてもうてるってそれ。おい、いいよ、もうストーカー終了だよ。もう刑務所だよ、刑務所。隅々までチェック。はい、何ですか？え、これさ、彼女いるんじゃね？ステージ4、持たれ現金。いや、彼女いるやん。本当、私が隣なのに。彼女じゃない、え、違うのかな？起こすんですか？これは何ですか？他人だったの？ん？どっちなの？始まる恋。ああ、じゃあ他人だ。いい感じになっちゃ嫌だ。一応、男の方はいないのね。じゃあどうすりゃいいんだ？君が起きなさい。そう。いや、無理でしょ、この状況で。何がしたいの、ストーカーさん。この状況でこの女の人をどかしてどうする気や。帽子手に入ったよ。帽子をどうするの？あ、あ、なるほどね。お、いけたんじゃないの、これ。これいけたんじゃないの。よし、ゴーゴーゴー。いや、なんやねん。我慢せい。彼のために我慢せい。我慢は大事だ。愛は我慢をするんだ。目なんてくれてやれ。愛する人のためだ。いや、要するにこれを取って、ピコーン。すごいよな、これ。原理がよくわかってない。で、ちゃう、順番が違う。キョイーン。まぶしい。で、戻す。あ、よし。で、ここに座る。これいいんじゃない？あ、よりかかってる。どうしちゃうの？これ発狂するんじゃないの？これ。怖い。ごまえつ。ここ怖いです。はい。また不法侵入してんじゃん。ステージ5。彼のお部屋。やばいな、おい。いや、もう普通に堂々と生活してねえか。あー、帰ってきたよ、ほら。鉢合わせないように隠れなきゃ。いや、もうテーブルの下でいいんじゃないの、これ。やば、怖いわ。警察、あ、やったーやったー、警察に捕まったよ。ちょっと待って、カーテン乗らわ、カーテン乗らわ。雨にべしょ濡れってやつで、雨のべしょ、え、雨にべしょ濡れってなんだ。風邪ひいちゃう。これ何、優しさでどうにかしてくれるとかないの？ないよね。もうベッドの中に隠れましょう。え、ちょ、あ、下。なんだよ。そんな毛布をパタパタするな。じゃあ、これでいいじゃん、これ。これだったらいいんじゃないの？フリーダムって T シャツだね。そこが先？そうだよね。着替えるもんね。いや、キャハーじゃないのよ。もう、警察でーす。ハサミあったよね。このハサミで、まさか。やばいな、それ。一緒に寝るってやつか。眠いよな。うわぁ。やば。あったかいんだから。なんか顔が見えるんだけど、怖。あと一個なんだ。それあなたが食べたの？あ、そういうこと。どうなる、これ。これ扉、あ、無事じゃん。やべ、もう、どうにかした方がいい、これは。誰かどうにかした方がいい、これ。意外な資格。ということで、一旦、ここで終わりたいと思います。ストーカー怖いね。今、1から5までやりましたけど、皆さん、真似しないように。
ちゃんとした恋を本当好きだったらね、伝えてください。ではご視聴ありがとうございました。次回もまた見てください。ではバイバイ。